や、え、何かスペシャルに眠ってる。ケンシです。西谷センベロシリーズ、今回はですね、まあ、センベロで襲うのかわからないんですけども、この海鮮市場ここやっていうことで、まあ、もう大阪、まあ、刺身とかすごく美味しいっていうお店なんで楽しみです。めっちゃいいですね、こういうの雰囲気大好きです。すごいの、アートの街ですよ。わあ、このまっすぐ行った左手にあるお店です。いや楽しみです。あのタラの白子天ぷらいいですね。ただ作りの盛り合わせお願いします。はい、はい、どうぞ。おー、すごい盛り合わせ。こちらイクラ、イクラの下にスペシャルがある、楽しみです。でこちらホタテに、こちらイカ、イクラ、こちらのタイですね。朝染みたっていうことですよ、天然のタイです。でこちらマグロにサーモンで、はぁ来ましたね。あ、乾杯です。このサーモンね、まずはめっちゃ油すごいですね、この油。わ、めっちゃふっと。ここや、刺身のこの厚み、すごい太いんですよね。だめっちゃ食べ応えあります。ここや。で、片の。これすだちはまたシークワーサーです。シークワーサーね。すごい、このホタテ。これ普通ね、大体半分に切って出るんですけども、この丸々ですよ。これもうわさびですね。わさびをつけてから。ないかと思うんですけども、でもこっそりいただきます。いやー、たまりませんね。めっちゃ柔らかい。俺のこの下がね、なんか隠しっていうことなんですけど、楽しみです。あれ、これ、あ、エビ、あ、すげえエビだ。わ、すごい。これはでもないですね。初めて。タラの白子天ぷらです。いただきます。たっぷりのこの大根おろし、これつけるわけですよ。ではいただきますよ。いやいや、贅沢な一品だと思いますよ。うわー、いただきます。白子天ぷら、すごいですね。あ、これお願いします。はい。塩焼きで、塩焼きで、はい。おー、注文してから焼いていただきます。めっちゃこの釜のこのすごい美味しそうですね。
めっちゃすげえいい雰囲気ですね。はい、うーそうですね、まあ、これをちょっと絞りますね。うわ最高。いやーすごい、この油のとこ、ここが美味しいわけですね。チーズみたいなのします。いや本当に、いやめっちゃ美味しかったですね。ごちそうさまでした。